今日のビデオでなぜジープを選んだかと、何を持ってるかっていうのを紹介したいなと思って、もちろんその作戦っていうか、哲学的にはそのサバイバルがメインとして、まあこれでいろいろ学べると思うんでよろしく。なぜこのジープ選んだかっていうのは、まず自分的にはこうどこでも行ける、ね、その普通の街で、クルーズもできるしビーチもよく行ってるし、あとこんな、まあ森のところね、まあ、よく来てるから、どこでも行けるからね、そのフォーウィールドライブで、うん、だから自分的には結構便利なんで、はい、でこれから紹介するのは、自分の荷物ね、もちろんこうその日によって何やってるかっていうのも一番、まあ、関係あると思うけども、今日撮影してるからそのカメラとかその三脚とかもいろいろ持ってると思うけど、よくビーチ行ったりこういった森のところも来たり、まあ、自分の娘とそのワンちゃんたちといろんなところに行ってきてるから、まあ、行こうとしてる場所によって荷物もちょっと調整して変わってくるけども、いつも持ってるのはその、EDC バッグね。次のビデオで何が入ってるかっていうのを紹介するけども、もちろん救急バッグの代わりになってるし、そのウォーターフィルターね、そのライフストローっていうのもこの前紹介したと思うけど、もちろん食べ物も入ってるし自分の財布も入ってるし、いろいろねそういうのも入ってるけども、自分のジープの方だけに入ってるのは、こんなストレージボックスね。まずタオルね、いつもそのビーチも行ってるから、まあこれからも滝の方に泳ぐつもりだからタオルも大事でしょ。でなぜこれ選んだかっていうのは、まあ、もう普通のパッコに見えるからね、タクティカルようなやつやったらこう、あ高いもの絶対入ってるわって思われちゃうから寝割れるかもしれないね、普通の人に見えるように。でその中に入ってるのはそのシューマークね、そのマフラー、これも、まあ布団の代わりに使える、全然自分も使ったことあるしね、これ日本語でなんて呼ぶんかなジャンパーリードね、うん、まあ当然にこれも必要でしょ。この前、自分のお母ちゃんと妹たちに、ここを紹介した時にこれ使って地図書いて、何かあったらここにいるからここに戻って救急車を呼びましょうっていう、まあ、プランを作ったのね。これを使ってレクチャーしたりするんで、情報知識が一番大事だからこれもすごく大切だ。でタープ、まあ、よく、まあ、使ってる時には、ビーチ、まあ、昨日その滝も行った時に自分もすごく濡れちゃったから、その椅子にまず置いて自分がその上に座ってたのね、うん、このジープ大切したいから。でその靴、代わりの靴大事、まあほとんどクロックスか裸足になってるけどね、スペアの帽子ね、まあ、もちろんこの前、妹たちここに連れてきた時にもう貸してあげた一人に、もういつも誰かがなんか忘れ物するから、これもすごく大事、もう重さ慣れないしいろんな使い方もあるからね。で着替えね、自分がその入れ墨履いてるから、その長袖が大事なんだね、うん、ね、ズボン、 T シャツ、靴下、ハンモック、もし、まあ、行こうとしてるところにこう途中で、ね、ブレイクダウンっていうかこう動けなくなった状態で、まあ、一応車の中に寝れなくていいように、もちろんそれは選択肢なんだけども、ハンモックで寝れるようにすごく気楽なの。当然に、まあ、毎日使ってるぐらい、日焼け止め、ね、と、虫よけ、ね、虫もいっぱいいるし歯もいっぱいいるからもう大変なことだから、オーストラリアは大変だから、これとその日焼け止め、ね、当然に紐、もしそのタープ使ってこうシェルター、ね、作りたかったらこの、ね、ロープ全然必要でしょう。20メートルのロープと、もちろんパラコードもいっぱいあるから大丈夫だと思う。でよくビーチで使ってるそのソファ、ね、すごく気楽、これ使っても寝れるし、あと手拭き、雑巾の代わりにも使える、あとはビーフジャーキーね、ちょっとだけでもその食べ物が置いてあるように、火を越せるためのフリントね、
メントともう一個のアクセサリー、ね、まあ同じことできるけども、それとも前の方にあるライターとかマッチねもあるけど、それで火を起こせるんでしょ、ね、当然に救急バッグね、たらあとはこのライトね、すっごく便利なやつなんだけど、ホームセンターで買ってマグネットもついてるから、こうやって置いてね、それかもうそのフック使って引っかかってね、そのライトも使える。こうこれを絶対こう持てないといけないっていうおすすめしようとしてるわけじゃなくて、ただ自分が持ってるもの、まあその荷物を紹介したかっただけで、はい。それで水、この箱を使って水集められるんでしょ。でライフストローも EDC バッグも毎日持っていってるから、それももう一つの方法ね、水に関しては、シェルタープロテクション、ウォーター、ファイア、フード、食べ物、こういったトレイルミックスね、ナッツとか入ってるけど結構美味しいね。それともビーフジャーキーも入ってるから、 Where the fuck's my beef jerky? ビーフジャーキー、サバイブの優先としたら、まあ自分的にはまあいろいろあるけども、コンセプトとすればね、まずそのシェルターね、シェルターもあるんでしょ、そのタープで。でもちろんジープ使ってこうシェルターもなるんでしょね。で次はプロテクション、もちろんそのナイフと、フラッシュライトね、何個かあるけど、正当防衛も取れるようにそのマグライトもあるね。もちろんバウンサーの仕事でイギリス人と戦った時にこれ使ったけども結構便利やった。でこれだけじゃなくて、もしまあ最悪災害的にはこうトマホーク、バッキエートマホーク、ハマー、クローバー、バッキンゲレレニア自分から見るとそのまあサバイバルの優先全部カバーしてあるんで、何かあったらね、災害的にはそのどうなるかわからないけども、ほとんどどういう状態になっても生還しやすくなる立場となるんで、はい。